どうもお疲れ様でございます。今回はインスタで売り上げを上げようということでね、プロフィールのことについていろいろとナミさんにお話しいただきました。で、私はねインスタあんまりね得意ではないんですよね。まあやってないことはないんですけども、まあインスタよりもねインパクトのある、まあ、YouTube っていうのが十分機能してますんで、インスタにまでちょっとエネルギーを割いてないかなというところで、どちらかというとインスタは、まあ、苦手組ということでございます。まあですけどね、どういうふうな形で攻めればいいかってことはもうすでに、いくつか作戦があってですね、そのうちの一つはやっぱり専門チャンネルなんだろうなと思います。インスタグラムっていうのはやっぱりね、画像で見せる、画像、ね、写真がストップモーションが主ですから、そこに、多くの人の関心を呼び込むために、まあ一つのね、カテゴリーですよね。もう専門チャンネルに尽きると思うんですよ。で、私がやろうとしてるのはフィギュアなんですよね。フィギュアっていうのはこういった、まあ可愛らしい女の子とかね、あとはね、こういった、男性モデル、アニメのね、モデルのフィギュアで、まあこれ全部可動式なんですけどもね。こういったので、例えば一つのアニメに特化していくとか、まあこういうふうな、まあ美少女だったら美少女に特化していくとか、さっきの、格闘技系だったら格闘技に特化していくとかってやつで、何かでくくるんですよ。それこそ宇宙戦艦ヤマトでくくってもいいし、ガンダムでくくってもいいし、それからのプリキュアでくくってもいいし、あるかどうかわかりませんけどね。それからね、ラブライブで囲ってもいいしって感じで、ファンの多いカテゴリーの中のフィギュアを取り扱っていて、そのフィギュアをね、徐々に紹介していくって形なんですよ。で、こういったフィギュアって今手元にある私これね、これ1000円ぐらいで手に入るんですよ。で、こちらはね、8000円ぐらいですね、状態にもよりますけども。で、価格にもばらつきがあるんですけども、下は本当にね、数百円、1000円以下から、高いもので言うと、700万円ぐらいのがあるんですよ。ね、こういうふうに、フィギュアの価格帯がバラバラとある中で、必ず利材を取る瞬間っていうのがあるわけですよね。だからそこに最終的な落としどころを持っていくと。それまではずっとフィギュアの紹介をしていけばいいかなって思ってるんですけども、画像でわかりやすいでしょ？で、YouTube でもいいんですけども、YouTube だとね、フィギュアってね、一部、表現されないことが多いんですよね。やっぱりこう、性的コンテンツみたいなのがかかってくるんでしょうね、こういうふうなものがね。まあ、そんな意図はなくてもですよ。まあ、Instagram の場合だと、まあ、そんなにね、一部を強調したものでなければ、ファンをつけることができるというふうに思ってるんですよ。まだやってませんけどもね。ネタだけは仕込んだんですけどもね。まだできていないってところがあります。まあ、そんなとこですかね。私はインスタグラムでまだあれこれ語るような実績がないので何とも言えませんけども、ただ一つのものにこだわってずっと発信していく、その中でフィギュアとかアニメとか映画っていうのの一つのね、カテゴリーに特化していくのはすごくやりやすいんじゃないかなと。だから何かのファンであることっていうのはね、何か強い趣味を持っていくことっていうのは非常に大事かなと思ってます。まあ、そのぐらいですかね、今日言えるのはね。はい。じゃあ、このぐらいにしておきましょう、今日は。あんまり得意なインスタのネタではありませんでしたので、このあたりで。それでは失礼します。